これはね、ゴルフにする対する考えっていうのは、はい、まあ当たった瞬間インパクトってあるじゃん、はい、インパクトじゃなくて俺はインパクトのゾーンなのね、はいはいはい、うん、このゾーンが長ければ長いほどやっぱ球はコントロールできるし曲がらないっていう感覚だから、俺はもうゴルフを覚えた時から別にどこに上げようと関係なく降りてきた時にフェースの面が自分の手のひらの感覚でもうこの辺でもボールが打ててる感覚なの、ずーっと打ててる感覚なの、って言って振ってるだけなの。でだったらじゃあ今その、まあ、僕らからしたらすごい綺麗なスイングじゃないですか、そういう風になってきたって感じなんですか。別に綺麗に打とうともしてないんだけどね、はい、ただ俺はもう本当にインパクトのゾーンだけを気にしてる。